私はいつも運よく生き残ってるけど、こう見えてか弱いんです。ちゃんと守ってくださいね。源義経です。島にいた頃は巫女を務めていましたが、今は弓使いとしてハントレスをやらせていただいてます。何卒よろしくお願いします。マリお姉さんは魔女としても女としても最高なの。どの面でも一番。ん？そうでしょ？私はナポレオン。職業はハントレスだ。趣味は狩猟と賞金稼ぎ。他に質問は？私は落雷部族出身の獣人、出雲のお国です。このナイフはお祈りで使う儀式の道具です。私は巫女なので。私はホワイトライトニング1の竜狩り戦士。ちゃんと戦士の資格を取って人間界に来たんだから、部族を追い出されてここに来た奴らと一緒にしないでよね。
私はワット。古代技術管理局、重宝課のアシスタント研究員。ワット伯爵と呼んでもいいわ。ただの女の子と思わないでね。何年か前に手法をテストした時に、うっかり局長の家を藤はとっくにチーフエンジニアになってたわ。私は竜魂吟唱者ミケランジェロ。竜魂吟唱者というのは、竜や魔獣の魂の鎮魂を行う者のこと。私はずっとそう呼ばれてきた。かつて戦機と呼ばれたけど、ちゃんと見て。鬼になんか見えないでしょ？敬意を払うため、私は全力を尽くす。賢い狐も、漁師の罠に。全てを燃やせ、灼熱の炎よ。織田信長がいるか。漁師の罠に全てを燃やせ。
灼熱の炎よ。これで終わり、巨人さんには。親愛なるリーダー、こんにちは。姉さんを探すの手伝ってくれますか？ありがとうございます。私はいつも運よく生き残ってるけど、こう見えてか弱いんです。ちゃんと守ってくださいね。